西風新都は、広島県広島市西区及び、浅南区にまたがる同市の都市拠点のこと。正式名称は、1993年度までは、広島西部休業都市、1994年度は、西風新都、1995年度以降は、広島西風新都であるが、一般には、西風新都と呼ばれる。当地域の人口は53,455人。 当初は計画人口として21世紀初頭に10万人を掲げたが計画通りの人口の増加が見込めず2008年の計画見直しにより2020年度に6万人21世紀中頃に8万人に変更となった西風新都内にある広島ビッグアーチにおいて1994年には広島アジア大会1996年には 広島国体周期大会が開催された。同市の都心である上谷町、八丁堀と西風新都との間には、大田川放水路、及びチャウス山を主砲とする、丘陵地が横たわり、市街地の連続性がない。両地区の短絡路は、峠越えの数本の道特撮沼田道路だったが、丘陵地を迂回するルートのアストラムラインが百九十四年に開業し、丘陵地を、 トンネルで貫通する広島高速4号線が2001年に開通して利便性が向上した。西風新都からの主要各地への距離を以下に示す。西風新都には ACT、花の木台、セントラルシティコロ、若葉台、伴いハイツ、5月が丘、ライセンスパーク森の町などの住宅地がある。学術面では広島市立大学や広島修道大学もある。 石内地区は、西木区友地区、大塚地区は、浅南区にある。石内地区、友地区、大塚地区用地買収は、高度経済成長期の1971年に始まった。するとニクソンショックとオイルショックによって、日本経済が低迷して、安定成長期に陥った。また、狂乱物価と呼ばれるインフレーションが進行した。そのような激変の中、 用地買収は1975年まで続いた。事業着手はバブル景気期の1989年の市政志向100周年からと大いに遅れた。市が取り組む多新型都市づくりにおける都市拠点の一つ。食、住学術、レクリエーションなどの機能を持つニュータウン事業であるが、広島市の副都心と呼ばれることもある。西風新都の中心には、 アストラムライン、大塚駅で下車して、徒歩で15分程度。バスは、広電バスで、広島バスセンターから広島高速4号線を、経由して、直行便ならば、h t 中央まで16分。2007年4月1日のダイヤ改正で増発されて、直行便、横川駅経由を合わせて、大塚駅、広島バスセンター間で、 平日往復約200本以上のバス便がある。大塚駅バス停では、三次、小原、鳥取、倉吉、与那子、松江、出雲、浜田、増田、岩国、徳山、豊富、山口、北九州、福岡方面の高速バスも利用可能であるが、広島バスセンター方面への乗車はできない。車では、広島市内からは、 有料の広島高速4号線の利用が一番早い。距離にして約8キロメートルで都心まで車で15分である。その他の都心からのルートとして、西広島方面からは、恋団地から入り、トンネルの上にある広島県道265号は、昔からの峠道で、トラックやバスも走行していて、交通量が多い。国道2号線西広島バイパス経由で、 高田 IC より出て、広島県道71号広島行き線を通るコースもある。西広島バイパスが混雑していなければ、都心から約25分から35分で到着するルートでもある。八日市市や五日市からは、五日市から石内バイパスを北に進むといける。また、山陽自動車道の五日市 IC 及び、広島自動車道の西風新都 IC いずれからも、 西風新都の中心である a ティには車でおよそ5分から10分となっている。バブル期に計画された新都市づくりであったが、景気低迷や主人公の伸びの想定が当初より鈍化したことを受け、広島市は2006年に広島西風新都建設実施計画見直し検討委員会を設置し、計画の見直しを行った。その結果、2008年2月に、 広島西風新都都市づくり推進プランが策定され、主に下記の計画変更が行われた。また、2011年度時点で累積赤字が119億円余りであり、単年度収支も7年連続赤字となっているアストラムラインについても、2012年、新調計画がなされている西風新都線の予定ルートを乗客像につながる複合団地を取り込むルートへと、 見直す検討を行うこととなった。ありがとうございます。